はい、動画をご覧の皆さんどうも、こんにちは。先日、子供と奥さんと一緒に、ショッピングモールにお買い物に行って、で、おもちゃ売り場にフラッと立ち寄りまして、で、まあ今使う予定ないんだけど、あったら後々使うかなと思いながらミニ四駆のカーボンパーツをいっぱい購入していたところ、私妻に使いもしねえパーツをそんなバカみてえに買いやがってお前はバカじゃないのかと言われてしまいました。どうもこんにちは。出戻りミニ四レーサーの勇者アキラです。で、今回ね、タイトルにも書いておりますけれども、まあ、ついに、今年のジャパンカップの詳細が出てきたということで、まあ、そのコースの話とか、まあ、そこら辺をちょっと喋っちゃおうかなということで、で、ここに出ておりますマシンはね、今年ジャパンカップに、これで行こうということで用意したニューマシンでございますけれども、以前私の動画でもね、こちらのマシン紹介してるんですけど、まあ、あれからね、若干ちょっとアップデートしまして、まあ、スタビつけたりとか、前は 8mm のベアリングのローラーつけてたのが、今 17mm に変えたりとかっていう感じで、まあ、ちょこちょこ変えてるんですけど、まあ、ジャパンカップ直前にね、また紹介しようかなということで、私、ミニ四駆去年から始めてるんですけど、私の目標はね、ただ一つしかないんですよ。それは、タミヤさん主催のジャパンカップ、もしくは、ミニ四駆グランプリとか、スプリングカップになるのあれとか、ああいう公式大会で優勝するというのが目標ですからね。もうそれだけのために私今ミニ四駆やってますから。はい。ということで、今年こそね、結果を出したいですね。はい。で、話戻りますけれども、今回ね、もうすでにコース、レイアウト出てるんですが、まあ、こんな感じになっておりますよと。ミニ四駆ジャパンカップ2023、コースの名前がバニーホップアメイジングサーキット2023ということで、ミニオングランプリの時のコースの名前がバニーホップサーキットだったんで、そこからちょっとバージョンアップしたよみたいな、感じになってるわけですね。はい。で、ちょっと順番に見ていこうか。これスタート地点がここにあって、そこからね、まあスタートした瞬間にクイック S っていう、ところがあるんだね。クイック S って、まあこれ全部セクションのね、一覧説明書いてくれてるんでちょっと読んでいこうか。クイック S、スタート直後に左右と細かくターンする S 字コーナーと。で、その後、スロープ、上り、横浜タイヤクロッシングバニーホップっていう、なんかここで結構なんか今回やりそうな気がするんだよね、僕は。横浜タイヤクロッシングっていうのがまずね、スロープを登って本格的にセクションが始まる横浜タイヤクロッシング。まずはクロッシング下まで行きましょうと。バニーホップっていうこうジャンプするセクションですね。次はバニーホップね。コース前半に登場。バニーホップの先にローリングフォールが待ち受けるため飛び出しの姿勢制御が重要になるっていうね、そこなんですよね。その後に FDK ローリングフォールっていうのがあるんだけど、リフレクトか。うん。これまで右曲がりだったローリングフォールがリフレクトして、左回りで登場と。ここで多分、やばいと思うな、ここは。そのバニーホップでジャンプした後に着地してすぐに、ギュンと曲がるから、ここで、弾かれそうな気もしますね。だからここ、初めのここはちょっと問題だな。その後、バンクがあり、で、その後、アイガーエボ上りっていうのがあって、ニューエラターンっていうのがあって、アイガーステップ下りと。これバニーホップサーキットの時にもありましたよね。だいたいバニーホップサーキットの時は、このアイガーエボの上りで結構、コースアウトしてました。各言う私もこのアイガーエボ上りでなんかレーンが変わっちゃいました。はい。だから難易度結構高そうですよね、今回のね。うん。ニューエラターンとかは大丈夫だと思うんだけど、そのターンした直後にアイガーステップ下りのジャンプでまたそこで失敗しそうな感じもするんですよね。で、最後に、アメージングバンクっていうバンクがあって、戻ってくると。まあ、いう感じ。で、シークレットになってるんだけど、カルーセルチェンジャーっていうね、ものが今回また新たにあるということで、このカルーセルチェンジャーっていうのが、わかんないからね、詳細不明の新チェンジャー、カルーセルとは回転木馬のこと、果たして回転するのはと。なんかすごいギミックが登場するんでしょうけど、私回転木馬って言っても何のこっちゃわかんないけど、うん、三角木馬ぐらいしか知りませんけどね、こらこらみたいな感じですけれども、まあ今回のコースはこんな感じになっておりますよと。だから私がこうパッと見る限りでは、まあバニーホップからの、FDK ローリングフォールリフレクトっていうセクションがまずやばそうっていうのと、アイガーエボ上りからの一連の流れは相変わらず難しそうなんですけどね。アイガーエボ上りからのアイガーステップ下りまで。で、カルーセルチェンジャーがどんなものなのかわかんないけど、ここでも結構脱落者が大量に出そうな。だから一番初めの序盤と、その後のこのね、バニーホップから引き継がれてるこのセクションで結構やられるでしょうね。で、安定して走らせようと思ってスピード落としてたら速度で負けちゃうとか、速度上げちゃうとコースアウトしちゃうとか、まあ、そういうジレンマにね、苦しむことでしょうっていうことを偉そうに言っておりますけれども、私去年は、ジャパンカップ周回遅れ、ミニオングランプリのバニーホップサーキットは開始5秒ぐらいでコースアウトした男ですから、私偉そうに言っておりますけどね、レベル低いんですよ。はっ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 はーみたいなこと言ってますけどね。はい。まあ、こんな感じになってるわけ。で、開催のスケジュールもね、今の段階でもう結構決まってるんですよね。6月24、25が静岡大会、プレ大会だね。で、7月2日ジャパンカップ静岡大会、7月9日愛媛大会、7月16日大阪大会とこう、6月から9月ぐらいまでもう予定が決まっておりますけれども、私が出場するつもりでいるのは、まず7月9日の愛媛大会ね、これ今治でございます。7月9日日曜日やし、まあ予定今んとこなかったんで、まあいけそうかなと。で、多分ね、9月10月あたりに多分岡山大会もございますんで、まあ愛媛大会の結果次第では岡山大会も都合が合えば行こうかな、みたいな、感じで思ってますね。だから今年はうまくいけば、愛媛大会、岡山大会の2回、このコースに挑戦できるということで、私、基本土曜日ね、仕事とかでね、前日練習行けないんですよね、基本。前日練習行けなくてぶっつけ本番になっちゃうんで、まあ、愛媛大会で練習して、てか確認して、岡山大会で決めるとか、いうこともできそうですね。2回できるんならね。はい。ほんで、あともう一個大きく変わったところがね、トライアルクラスの方が、使えるモーターが、チューン系モーターしか使えなくなっちゃったみたいですね。だから、言っちゃうと、ノーマルモーターと、トルクチューン、レブチューン、アトミックチューンは使えるよと。片軸だったらね、パーダッシュとかスプリントダッシュとかね、ハイパーダッシュとか、いろいろそのダッシュ系モーターが基本的には使えるんですが、トライアルクラスだけはチューン系を使ってくださいよということになったみたいです。まあ、なんでね、まあ、チューン系だけでいけるってなった時点で、多分コースの完走率も上がるし、多分挑戦しやすくなったんじゃないですかね。ミニ四駆初めてすぐですっていう人とかでも、気軽にトライアルクラスっていうのなら参加できるようになったんじゃないのかなと思うんで、まあ、本来ならね、私もミニ四駆始めて1年経ってないな、まだ。ミニ四駆始めて1年経ってないぐらいなんでね、本来なら私だってトライアルクラスがちょうどいいぐらいだと思うんですよ。レベル的には。でも、私はそれでも、オープンで優勝したいっていうことで、今年もオープンで参加しますんで、はい。で、あとね、まあ、ミニ四駆のタミヤさんのね、ホームページ見てもらったら、わかるんですが、2023のジャパンカップ記念に、またグレードアップパーツもね、いろいろ販売されるということでね。まあ、これ毎年恒例ですけど、ハイパーダッシュの、まあ、プロとか、ハイパーダッシュとか、2023年仕様になったりとか、カーボンリアブレーキとか、カーボンのフロントステージ、まあ、弓カーボンですね。ここら辺も2023年仕様、になって、ローハイトのタイヤとか、あと、19mm のアルミベアリングローラーとか、このアルミベアリングローラーかっこいいけどね。とか、まあ、ここにホームページには載ってなかったんですけど、カーボンのね、スクエアのカーボン出るんですよ。あれはね、私、いくつか買っとこうかなと思ってますけどね。はい。まあ、ということでね、今年もジャパンカップ、正式にね、詳細が発表されたということで、私もすでに燃え上がっておりますけれども、このマシンでどこまでいけんのか。去年のマシンよりは全然速くなってる自信があるんで、なんとかね、今年はね、結果残したいですね。はい。まあ、ということで、まあ、また、ジャパンカップの詳細なり、私のミニ四駆関連のね、なんか動きなりがあれば、逐一動画にして、投稿していこうかなと思っておりますんで、また、ぜひともね、見てやってください。そして、チャンネル登録まだの方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。